と一緒なの。おはようございます。おはようございます。今日は土曜日授業ですね。最悪ですか？最悪ですよ、ね、なんで土曜に6時に起きないといけないのか分かりません。確かに。シロ、おはよう。大丈夫、起きるかな。カランちゃん、カランちゃん、カランちゃん、ペロペロペロ、カランちゃん、かわいいな。今日何？今日すごい晴れてなかった。晴れてない。ほら、この辺よ、ほら、全然。じゃあ向いて。この辺全然、うん、すごい跳ねてないね、ちゃんと内巻きになってる。この辺はもう仕方ないよね。なあ、その辺はしょうがないよね。跳ねる長さだから、うん、ちょうどかかったからね、この辺にね、うん、それはしょうがない。だから最近さ、学校ですぐ外跳ねになっちゃってさ、行くときは内巻きなんだけどね、うん、しょうがない、それは、うん、帰るときにはもう全部外になってるから、うん。断られんの本当嫌なんだけど。ん？断られんの本当嫌なんだけど。嫌じゃない？何嫌だ？なんか前髪ないんだよ、嫌じゃない？取られんの？取られんの嫌だって言って。でももう慣れたりさ、何回取ってんの？それ問題じゃない？これ問題じゃない？そういうもんだよ。今日土曜日、ただで最後の授業でイライラしてるのに。最近さ、本当に真ん中で分かれんの。もうなんか毎日分かれちゃう。なんでって思うけど。横ですか、次。うん、横やったら、うん、オッケー。あとはもう適当になって。あとは適当だと思って、うんうん、はい、リミちゃんも起きましたね。おはようございます。はい、じゃあご飯です。はい、美味しそうですね、今日も。うん、最近は本当サラダメインだよね。ぶどうが大好きなの。コストコのぶどうがあとこれだけになってました。マジ？うん、もうこれでないよ。しーちゃんだよね、ずっと食べてんの。ママとかお父も食べてんの。しーちゃん学校帰ってきてからもおやつとしてね、ぶどう食べてるもんね。ぶどうは水分だから。お菓子とか食べるよね。ぶどうは水分だから。そうなんだ、名言ですね。ぶどうは水分。はい、はい、ということでいただきます。今日はね、昨日の残りのスープ。そうなの。スプーンがなかったね。スプーン持っていきたいと思います。ありがとう。このサラダ本当美味しいよね。ん、こういうの好きなの。新しい混ざってるちょっと賞味期限の問題でこの缶になりました。
え怖いよ顔が早く用意しないと、うん、ねえ、うん、今日は随分ダラダラですね。なんだかだってでも半袖で寒くないの？寒くないもう最近のパジャマずっと半袖だよ私。でも明日からかな、また寒さ戻るかな。でも今日からかな、寒さちょっと戻る。5度寒いって今日。でもめちゃめちゃ今日は暑い。今は暑いけど外寒いよ多分。5度だよ5度。皆さん聞いてくださいよ、しほちゃんの足見てください。また怪我。いいですか、また怪我ですよねえ。そこ気持ち落ちなくていいから2回目までは動画でピックアップしたんですけど、さすがにもう3回目はピックアップしてないです。なのに3回目また転びました。皆さん聞いてください。3回目ねえもういいから今日は機嫌が悪いですね、朝からね。だって土曜だよ、キューなんていないって。はい、頑張って用意するよ。よし、着替えるか。うん、リミちゃんバッチリですか？はい、リミちゃん今日はこんな感じになりますね。はい、まあ、帽子はね今臨時でかぶってるだけですけどね。OK ですか？ですね、はい、はい、靴下履いてきます。はい、ねえママ、マチュク違う？マスクちょっと大きい？マチュク、レイコちゃんが来た。え、大きくない。ねえ、何取ってくれないの？ねえ、バレンタインでチョコもらえなかったらなんていうの？チョコレイコ。なんで自分にチョコレイコ？自分で作って自分で食べる。ねえ、なんで急にバレンタインの話なの？まだまだ先だね。まだ11月なんですけど。そうか、まあ、まだクリスマスも来てない、正月も来てない。ちょっとねえ、うちに変な人いるよね最近。すごい変だよね。はい、じゃあ行きましょう。頑張って行きましょう。バイバイ。行ってきます。リミどこ行くの？水筒。水筒ね、ありがとう。あれ、しーちゃんの分は？だったもらった。かわいそうな姉ちゃん。姉のシク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 。エムジャマイのお通りだ。